はい、いつも YouTube チャンネル見ていただいてありがとうございます、今週からは、誤嚥を防ぐためのストレッチ、再びやらせていただいています。これからの季節、こたつでご飯を食べることも多くなってくるので、まあ、座る姿勢が悪くなる、ね、そうすると誤嚥をしやすくなるっていうことが起こりうるかなと思います、ね。ですから、その姿勢をしっかりと、誤嚥を防ぐような姿勢ができるためのストレッチを今週やらせてもらってます、ね。1日目はね、ふくらはぎから膝にかけて、で昨日はお尻を伸ばしてきたんですけど、いわゆるこう姿勢がこういう悪い状態の人っていうのは、太ももここ曲がってる状態ですから、ここの筋肉がどうしても縮んじゃうんですね。ですから今日は太ももを伸ばしていきたいと思います。まあ膝を曲げてね、で何か捕まるところがあるら捕まっていただいてもいいし、肩を上げてもいいです。でついてる方の膝の、足を持ってぐっと伸ばしていきます。で体を少し前に持ってくると太ももが伸ばされます。6、7、8、9、10、はい、反対側もね、こっちに体重かけておいて、膝後ろの方からしっかりと、はい、ぐーっとお尻に近づ、かかとをお尻に近づけてくると太ももが伸ばされます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もちろん床の上でね、座ってる状態で、まあ、片方膝を曲げて、で少しずつこう体を倒して、足がこう持ち上がらないようにしながら倒していっても伸ばすことができます、ね。大変だったら本当にちょっとずつ下げてっていただければ、あ、太もも伸びてるなっていうところで、はい、この太ももを伸ばすというところを考えながらのストレッチをしていただければ、やり方はこのやり方でも、先ほどの体重こっちかけといてね、そして足をこう持ってきて、お尻に近づけて持ってきて伸ばしていくというやり方でも、どちらでも大丈夫です。ゆっくりと太もももね、伸ばしていきましょう。お疲れ様でした。